信玄はこの方証言お願いします。先輩ですもんね。いかがですか。いやまあ僕の本当に後輩なんで、後輩の、はい、僕が電話しても1週間後とかに折り返しが来たり、もう実験ですよね。でもそういうことで1週間覚えてることはすごいですよね。ジョーが覚えてますけど僕は覚えてないです。そうですよね、気持ち忘れますしね。もうね、石津さん、よくジョーゴさんのことご存知だと思いますけども、どんな方なんですか。お酒飲んだらやっぱ、歯切れが悪いですね。ではジョロさん、どんなプレイヤーですか、どんな選手ですか。まあ、そんなに多くは語らず、なんか自分で本当に頑張って、まあ、下の子たちついてこいみたいな感じでしっかりやってくれてます。15年連続ゴール中のジョーゴ選手、チームを引っ張るミスターアビスパの進化は止まりません。サポーターの皆さんにチームのためにハードワークする姿を今シーズン見てほしいなと思います。たまにゴールも決めます。そういう姿を見てください。今シーズン加入の新メンバーもみんなすごいっちゃ。どうよ、ここはか、どうか、まあまあ、まあまあ、去年セレッソ大阪でチームトップの9得点をマークしたストライカーのメンデス選手、吉岡選手は普段すごいおとなしくて喋んないんですけど、お酒飲むとすごいらしいです。あ、やばいやばい。暴露話。アンケートにちょっと不思議な回答をいっぱい書き込んでいただいた渡里選手、 J1 での戦いに座右の銘、その癖の強い素顔とは。自分は宇宙で、宇宙は自分なんで。新加入の選手の皆さんがこちらですね。いや、僕はやっぱりでも渡里選手ですね。渡里選手ですよね。発言内容っていうのは、うん、まだ僕も話したことないんで聞くことしかないんですけど、うん、僕意味わかんないんですよただ、うん、プレーとしてはやっぱり素晴らしいんですよね。へえ。ということで、その渡里選手に関して注目のアンケート結果が出ているということです。こちらです。癖が超強いって本当ですか。平戸北九州で J リーグデビューした渡里選手、2017年には23ゴールを決めたすっごいストライカーなんですが、実は行動の癖が強いなんていう噂が。一体どういうこと。この番組は情熱ニンニク畑から家族の健康を、健康家族の提供でお送りします。温食、前菜、健康家族は2つの温泉食材に注目しました。それが生姜とニンニク。このダブルパワーから誕生したのが健康家族のニンニク生姜。生姜は約500種類もの品種から厳選した農薬不使用の
鹿児島県産黄金生姜。ニンニクは本田宗助の情熱ニンニク畑ニンニク王を使用。独自製法で匂いも気になりません。もう寒い季節はニンニクや生姜のパワーを取り込みたいですよね。やっぱり出会えてよかったです。健康家族とニンニク生姜、通常1382円のところ冬の増量コースのご案内。3袋まとめてのお届けなら 10% 割引の3729円、送料も無料。今なら冬に嬉しい生姜のど飴を漏れなくプレゼント。さらに無加水製法で作った純生姜シロップを毎月抽選で200名様にプレゼント。お申し込みは0120-315-315、最高最高まで。創業45周年感謝祭実施中。豪華景品が当たるチャンスもフリーダイヤルまで。